皆さんこんにちは、ダイスです。今回はマイクラやっていきましょう。ということで、鉱山の前、荷物は外にとりあえず見つけた分出したんですけど、まだまだ下の方行ってないんで、今日もですね、ここ下まで行きたいと思います。とりあえずダイヤモンド5個あるので、ツルハシ作っちゃおうと思います。あとは鉄もね、ツルハシ持ってないから、これ使ってツルハシを作る。あ、なんかこれできなさそうだっていうのもね、やろうと思います。あれ、あ、持ってない、やばい。これ持って焼きながらだね。よし、行ってみよう。ダイス、入り口の前にこう光がないとこは行ってないんだよね。なんで向こうとかね、多分行ってないはず。行ったかな、下の段も行ってない階がね、あの辺りは行ってないんだよね、だいぶ下の方なんで。そこも行きたーい、そこ行ってみたーいので向かってみようと思います。ここからなんか下行けるね。あとは水が出たりしてるところもあんまり舗装してなかったから、ちゃんとこうやりながらね、明かりつけて、で必要なさそうなこれ、これレールはね、もらっていこうと思います。ここもいけるけど、こっちレールいらないでしょ。はい、怖いけど、なんかあるんだよね、ここ。結構ね、謎な位置が多くて、ここも行ってない方なんですよね、暗いから。何があるんだろう。ここ、村とここつなげられたらとっても楽だと思うんだよね。取り放題だし。うわお、見つけちゃった。何してんの、この子。なんかある？あるわ。ここゾンビ、やばい、もう2体一緒に来ないでよ。ゾンビか。あ、村人ゾンビもいる。ちょっと1体ずつ来てください。1体ずつ、1体ずつ。怖いから、怖いから。1体ずつ、1体ずつ、急げ。へいへい、よし、囲んだ。え、こっち何？あ、ここ洞窟なんだ。だね、ここ行ってない、行ってないマークつけます。狭くない、ここ。ロケスポット狭いよね。え、この狭いのもあんの。ちょっとなんか確認します。うわ、かぼちゃの種に骨。骨多いよ。こっちは、うわー、鉄のもある。馬欲しい。音楽ディスク、キャット。え、こっち行ってみたいけど、どうしよう。あ、こっから来たね。あれ、ここ何、さっき通ったとこだ。なんだ、ここ通れるようにすれば行けんじゃん。怪しい、怪しいと思っていたらそういうこと。ん？向こうにいたよね。結構奥まで来たな。あ、箱。行ってみようか。相当下まで来ちゃった。なんでここ入ってる。うわー、いっぱいある。
ず補充できた。エンチャント脳死をなんかいろいろ持ってて置けないよね、持てないよね今。私これラピスラズリ持って帰れないや。ってことはちょっとなんか作ろっか。知らせた。はい、弓使えない私には。私には弓が使えません。レッドストーンもいいや、使いなしにして。これも出そう。そしたらいける。で、ダイヤモンドのつるはしを作って、一個ずつだよね。あとはいつ必要なのか。こんなで奥行ってみようか。こっち？どっから流れてるのか分かんないんだけど、ここだ。いるいる。多分これが生まれてくるとこが近いよね。上から来てる。狭いよここ。上だね。多分こっちの上だ。下行っちゃうし。この上に行くとこがない。作るか。消えた。え、うわ待って待って、2個もあんのここに。ちょー、近い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 。いやなんかさ、レアだって教えてもらったんですけど、このトムスポット。なんだけどな、こっち側開けようか。もう生まれないかな。よいしょ。あ、危ない危ない危ない。あ、違う。見つけた。相当多いね。あとこれ近くにあるから、ここで経験値とかいうかアイテムのやつ作ったらいいことありそう。近い、これは近い。この階来てない。なんか不思議な階だね、ここ。うわ、まだある。待って待って待って。あ、待って、うおー、マジで。え、ここスケルトン。どうしよう、怖い。
ってる。なんで？スケルトンだ。いや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 、近い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 、まずかまずかまずか。ちょっと待って、あの魚で魚で魚でやっちゃダメ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 、やめて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 、急げ急げ急げ、私よしよしよし、怖っ、びっくりした。あ、雲、え、まだ雲ある、あるね、多分ね、いるもん。落ちていていい、本当落ちるように作ったの、ここ雲はどこだ、パッと見では見えないね、明るいやつが。またそう音とかしてる。下？あれ？これすごい水出てる。上？いて！どこ？どこ？弓？何？分かんなかった、全然全然分かんなかった、怖っ。で、ここ何が入ってるか、あんま変わんないじゃん、変わんないけど、持っていけない、持っていけない、ちょっと、エンチャントした本持っていけない、どうしよう、また来なきゃ、場所分かんないな、ここまで降りてきちゃうと全然分かんない。何ここ、ここもなんかある、ありそうな予感、誰がこんなにあれなの、クモの巣スケーターの、これなんもないんだあ、ここクモの巣だけなんだ、どういうこと、あれ、さっきのじゃないんだ、これこいつ見つけたやつ、これ。あ、これ、この前に見つけたやつだ。どんだけ近くを捜索してたんすか、私。そういうこと？あ！落ちちゃった。へいへい。この帰り方で合ってるのかと言われる。合ってない気がするけど。借りてくれよ、借りた、オッケー、よし、で一最低限欲しいやつだけ一回持っていこう、あとは鉄かなですね、帰りましょう一回。あ、でもまだいけるか、この辺いらない、肉とかね。で、かぼちゃの種とかはあるから、持ち帰るんだったらこんなかな。これで持って帰ろうか。良さそうじゃない？ですね。食べて、いやー、こんな長い旅になると思わなかったですよ。帰ろう、なんとか一回立て直してこないと、ここダメね、場所だけ分かったから
メールはまた村から引こう。よし、さあ村まで来たからいいでしょう、帰ろう。すごい、一から来たよね。てか走ってもあれですね、夜明けから夜までの間にたどり着かない。今ね、どう、うわー、なんかこれは、これ匠かな。まあいいか。今動画撮り始めてから2時間半ぐらい経ってるんですけど、本当にハイタンコでかくて終わらないね。永遠に全ての部屋に行き当たらない気がしてきた。うわー、なになに、待って待って、これあれだ、わかった、あ、わかった、これ上だ、多分そうだよね。寝てないもの、私ファントムだ。ダメ、ファントム来ちゃった。そうだよね、いるな。ファントムトラップ作りたいんだけど、作るためには寝ないんだよね。とりあえず村までも帰ろう。とりあえず村、この辺は森の中が多いからうまく走っていけばいけるはず。トラップって空中に作るのかな。木の上とかでちょっと、あ、でもなんかあれか、今はもう何にも使ってない、あのタワーがあるんだ。タワー使ってもいいのか。痛いよ、痛い痛い、1個半もなくなるんですけど。痛いよ、1個半もなくなるって、つらいって。ほら、痛い、やー、2体一緒に来ないで、家帰ろう。わお、しかも面白いな。入ってくる？さすがに入っては来ないよね。うわーはー、近い近い、え、なになに、村人あれなの、外に出てファントム見学してる、もしかして。うわお、危な、どこ、あー、いた、やばいやばい、何体いる、何体いるの、え、3体ちょっとここ閉めて上行こう、見よう。あ、でも倒れるとまずいから一回全部入れるべきだ。え、何体、こっちは見えんだけど、上ガラスにしといたらよかったね。ここ倒した方がいいのかな、ファントム倒してみる。来た来た来た、よし、なった、どこどこ、星空が綺麗だね、来た、へい、うちの中には入らせないぜ、へい、早い早い、2体はいるね。どこどこどこ、ちょっと早くしないと夜明けになっちゃうからな。ああ、絡まってる絡まってる、ええ、すごいことになってるね、これね。うわー、なんでそんな抜けて落ちた今。こら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 、何体いんの、4体、え、5体ぐらいいる、多くない、え、多くない、そんな多いの。あの、いや、絡んでる絡んでる、いい感じいい感じ、いやぶっ刺さるのやめてくんない、ちょ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 、うち壊れるんだけど、やめてよ。これでも捕獲できんのかな、
わ、一斉に来てんな、怖いな。あ、また絡まりすぎでしょ。この間になんか内側から来そうな気がする。めっちゃ絡まってる。いやー、だから絡まってから来るのやめてよ、怖いって。よし、おし、おった怖いな、ってか絡まってんのみんな怖いんだけど。どこ攻撃したらいいのこれ。羽出てこない。どこ行って。ああ、上がってた。いい、壊さないで。来るか。来た。伝わろう。よし。あとは？多いんだよね。また絡んでいってんの？はいはい。まだ3体いるよ。来た。絡まないんだ。絡んで、うまいこと。え、めっちゃいっぱいいる。これなんかあれだね。倒してる場合じゃないな。倒れてしまう。寝よう。ファントムってモンスターちょっと近くにいても寝れるんだね。いやダイヤのツルハシ初なので、またこれで掘りに行こうと思います。久しぶりにね、ファントムに襲われて5、6体なのにびっくりしたけど、家にも引っかかるんだね、知らなかったです。家の中にいて3日間ぐらいだっけ、寝なければ出てくるっていうのが分かったので、なんかできないかなって考えてみようと思います。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた。 See you!